Salut tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima épisode 103. Sur ce, bon visionnage. こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな。 おったぞ。どうか命だけを。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは。姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、2日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。 嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。 私も助力いたします。神館に来てくれ。
太刀を鍛えて差し上げましょうか。太刀のことならお任せください。酒井様、十分な素材をお持ちください。では。その太刀が錆を知りませんよ。 旗をお持ちでしょうか。武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。今から少し昔のことを、賊に囲まれたことがあってな。一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが 丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげで諍いはその場で終えることができた。その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。ご尽力くださり誠にありがとうございました。 登り旗は見つかりましたか。謀反者の槍川家が猛虎と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、果てさて。槍川の民は志村殿に加勢したぞ。あの町も大勢の死者を出した。さようでございますね。過去は忘れられずとも、 今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。感謝の印としてこちらをお納めください。お達者で。
何を直しましょうか。 もうこの刃は通しません。 お体の傷も減りましょう。 もうこの刃は通しません。 これで安全です。 もう鍛えられません。 礼を言う。 これ以上は鍛えられないようです。 走！快点！ さあ、うちの道具を見ていってください。 どんなものでも揃えてますよ。 お譲りできるのはこれだけです。 恐れながら数が足りませんね。 助かった。
目的を達せられますよ。ん？いい子だ、影。矢筒を新しくいたせませんか？坂井様、その説はどうも。シノ、無事に着いたのだな。事なき道中でした。妖怪とは無縁の今、手当ての方法を教わっているんです。父君も喜ぶぞ。弓を見て差し上げましょうか。速さ、矢飛び、力、天下無双の弓ですよ。またいつでもお越しください。しましょう。坂井様、十分な素材をお持ちください。その太刀でどうか我らをお守りください。刀鍛冶をお探しですか？毛量や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代の伝承をお聞かせいたしましょう。
その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。麦谷で五郎を見つけました。酔っておったか。冷ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。操ほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合ったいきさつは。ご近世の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得難いからな。猛虎の囲みは熱い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.